差しに行った錦木、引いた裏、そこを150キロでもやめよう、ですからもう今まで少しずつ増量してきましたけど、ここでやめる、そう、よし、取りに行った、そこから崩しました、動きを見出していきました。国内さん、はい、裏考えてきましたね今日。そうですね、まあでも高安がいろんなこと、今日も大栄翔見ながら、あてがって距離が詰まるかどうか、攻め返した、突き返す大栄翔、うわうわ、引かせるところから、まあ、最後ね、押し出せませんでしたけど、まあ、相手の、ね、攻撃をかわすというか、うん、はい、うまくね、さばけたんじゃないでしょうかね、うん、あの体重がこの場所前の測定では150、少し見ていった宝富士、右も固めた宇良、右の押し、さあ稲下、ここからが宇良の真骨頂、を刺させてはいけません、あ、ここで左が入りましたが、いぞりに行った、決着の瞬間です、ただいまの決まり手は伝えぞり、伝えぞりです、伝えぞりで裏の勝ち、相手の脇の下に頭を入れて、そして後ろに体ごと反り落とす技、伝えぞり、幕内では20年ぶりに出ました、脇を締めながら立ち当たってますよね、今映像で見ると宇良は手をクロスしてましたから、はい、もろ差しになりたいような、横綱見ている、よく見ている、中に入れない横綱です、中に入った、寄り切りました、今ちょっと向きになったんじゃないかと、確かにそれもあるんですけれども、はい、まあ、今場所こう組にこう刺してこう 右左とこう左右で行くんですけども刺せないんですよね、はい、あ、確かにそうですね、はい、でちょっとこう相手を見ながら、まあ、今日なんていうのはもう2回3回こう引いてますよね、あ、うん、少し高度を調節しました貴景勝です、見ながらのこの突き放し、裏も動いてなんとか残りますが、強度をこ うまく調節しました、でその後これも突っ込まないんですね貴景勝は、見て手を出して豊昇龍下から押し上げる、裏押し出し、まあ、この見て立ったっていう、立ち合いは良かったんですけどね、はい、やっぱり豊昇龍少し見てずれていった、裏させない、左が覗いた、当たっていくと、もろ差しを許すかもしれないということでそれを嫌ったんでしょうね、はあ、あ、押されて、起こそうという若隆景です、右で無理やりねじ込んだ、左も入った、厳しい攻め、すくい投げ、安治川さん、裏はこうどういうことを待ってましたかね、まず今日も序盤は押し合い、いつも大体この両者序盤はこうなります、足を狙うという裏、少し下がった、そこから押します、両者前傾崩れません、連戦の日はここから右四つの展開になりました、両者の荒い気遣い、頭同士が当たり合いました、
叩いて飛び猿、中に入りました、戻された飛び猿、宇良がなんとかこらえました、攻めを休めない。あ、悔しそうな宇良の表情が全てを物語っていると思います。そして翔猿はもう三役以上との取り組みを終わらせ、見ながら宇良右に動いて、宇良は左からこれロックするような形になった。ここで、ね、あの翠富士肩透かしだとかそういうですよ、ね、いろんな技があるのに、はい、それが出せなかったのは裏の、ね、力が相当強かったんだと思います、はい、それと右からの横に変わった裏、八之丞がそこを見て攻めています。足が今日は一の城が残っていました。よく足が出てったね、はい、あ、今日はですね、うん、研究されたという話をしていましたが、今場所の一の城の成績というのはなかなか左取らせてくれなかったね。踏み込んで手を伸ばした霧馬山、突き落とし、突っ張る力というのは最近よくやってるんで、はい、これをもう、もろ手突き、引きに落ちてしまいましたが、軍配はただ物言いはついてもよかったと思うんですよね。最後はたかれてこらえてもう一押し、いや見事な粘り、宇良勝ち越し、王鵬敗れて終盤5連敗での負け越し。